はい、ありがとう生態の平野です。先ほどね50代の女性が帰るときにですね、ちょうどそこに渡ったこう認知症のなんとかっていう本を見てね、あ、認知症怖いわって、言って帰られましたけども、単純に考えればですね、脳が酸欠状態に、がずっと続いていけばですね、当然脳が、認知症だとかうつ的なねこの問題の方に行ってしまうというふうに考えると、最近ね、言ってますけども、スマホを使っている状態、下を向いて胸を潰して、首を締めて、そして目を酷使する、当然、酸素が入ってこない、そして酸素が供給できない、そして目の方に酸素がすごく使われて脳にね、十分に酸素が回らないという状態をね考え出して、そして今そこにマスクという状態をマスクをして、そして、マスクで家の中でね、じっとしている、そんな状態で、この新型コロナの問題も確かに、怖いですけども、それ以上に怖いのは認知症がね、どんどん増えてしまうという危険性を私は感じています。とにかく胸をね、広げて、酸素をいっぱい入れてあげて、脳にね、酸素がいっぱい届くようにね、してあげる。そんな生態、ありがとう生態ね、すごいと私自分で言うのもなんですけども、胸がしっかり開いて、そして開けるだけじゃなくて、その開いた、胴体に対して頭がちゃんと乗っかるかどうか、この辺の操作もですね、本当にこの、私自分でやっていて、本当にすごいな、こんなの世界に多分探してもあまりないんじゃないかなって、いうふうに思うぐらい、今ね、この特に平成3年になってからですね、急激にまたね、レベルが上がった感じがします。そしてレベルが上がったらですね、もう20年間、本当にこの金額を変えずにやってきましたけどもね、本当にドンと上げる、そんなつもりでいます。で、ちょっと先日来た、人がですね、2万円のね、治療を、何回も受けてきたけどっていう人がですね、私の施術をしたら、もう胸がぐってこう広がって、2万円の治療でも広がらなかった胸がですね、ガッて広がる、そんなところを見るとですね、ありがとう生態も、2万円ぐらいのね、施術料金にしようかなって、そこまでは当然できないんですけども、でもそれぐらいの価値がある生態をね、を目指してやっています。よろしくお願いいたします。